奥野小四郎11代、奥野小四郎4月14日から1958年7月23日は、日本の特農家、実業家、政治家、衆議院議員、幹線帯広市長、旧姓、武田、署名、有事、兵庫県三原郡広田村で、武田大蔵の三男として生まれる。百九十八年、育文館中学校を卒業し、同年、 第三高等学校第一部に入学したが、家事の都合により1年で退学した。その後、洲本町の仙台、奥の小四郎の婿養子となり、家業に従事。1904年5月に、来日して仙台が開いた上川郡市別村の農場の経営を担当。1906年から2年間、北海道町真駒内ない市畜場で、畜30位の講習を受け、1908年、 十勝国中川郡巨変原野で仙台と共に牧場を経営し、産馬の改良繁殖に尽力した。1915年12月、仙台が死去し、1916年1月、11代、小四郎を襲名。帯広町会議員、北海道会議員、十勝軍農会長、北海道農会副会長、十勝畜産組合長。 北海道畜産組合連合会副会長、中央畜産会理事、北日本無人社長などを務めた。1924年5月、第15回総選挙に北海道第9区から出馬し当選。1942年4月の第21回総選挙で北海道第5区から翼山政治体制協議会推薦で出馬し当選し、衆議院議員を通算2期務めた。 1946年1月、帯広市長に就任するも、第21回総選挙で、翼山政治体制協議会の推薦を受けていたことから、公職追放となり、1947年1月に市長を退任した。その後は政界を引退し、晩年は、故郷の洲本町に帰郷し、同地で没した。 ありがとうございます。